番大きな原動力はスコット・コーカーの日本の格闘技界に対するリスペクトというか、格闘技の仕事を過去からずっとやってきて、日本の格闘技界で起きたことが彼の今のベラトールでマッチメイクをしたり、一つの大きなあのテーマとして何を見せていくべきか、どういうものがファンの人たちに愛されて受け入れられていくかってことをアメリカ人ではあるんだけども理解をしている。このベラトールジャパンという日本の大会がスコット・コーカーの熱い思いとかこだわりとか、そういうものによって実現ができている奇跡の大会だ。ニューヨークとかロスでやる大会をそのまま持ってくるので、当然ベラトールのサークルのケージで全試合が行われるということと、全てアメリカの進行になってます。やっぱりアメリカ進行でアメリカでしか見られないものが日本で見られるんだから、これはぜひ見といてほしい、ライブで感じといてほしいんですね。あとは同じ埼玉スーパーアリーナで2つの、プロモーションが3日間のうちに両方見れるわけなんです。ライジンを31日見に来てくれるファンの人たちには確認作業を含めて29日も見といてほしいんです。同じ花道と同じ入場口と照明と全部組んでやるんですけど、違うのはアリーナの中央にあるサークルのケージとスクエアの網、環境でいうとこの違いだけなんだけど、当然そこで戦う選手たちの織りなすというか作り出す空気感とか進行とか演出とかはガラッと変わりますから、こんなにコントラストが違うっていうか、同じ総合格闘技で日本で生まれたライジンとメイドイン USA のベラトールとこんなに違うんだなっていう臨場感が、それは体感してほしいし、体感できるまたとない機会じゃないですか。この機会をファンは思う存分楽しんでほしいし、感じてほしいなと思います。メインであるエメリアンコ・ヒョードルとクイントン・ランペイ・ジャクソン、プライドの時代からずっと総合格闘技を見続けてくれてるファンであれば特別なノスタルジックな思いがあると思うんですが、ライジンがスタートしてから新しくファンになって、プライドの頃も知らない、そんな強い選手がいたんだっていうことも含めて、もう本当にヒョードルのラストマッチだから見るに値するものになるんじゃないかなと思っている。僕も何十試合と彼の試合を見てますけど、チャンピオンでありながら守ることをしない選手なんですよ。自分が試合を回してコントロールしていく選手、クイントンも本当に同じような選手なんですね。常に試合が面白いというかアグレッシブで動きのある試合を響きでありながらできる選手だから、そういう選手たちが日本でファイティングスピリットとか経験とか日本のファンの前で何をしなくちゃいけないかっていうのを分かった2人の試合がね、どんな生き様を見せてくれるのか、皆さんの目で直接見てもらって歴史の生き証人になってほしいと思うんですね。今の新しいファンにもこんなすごい男たちの戦いってあるんだなっていうのを、当然階級も今メインでライジンで戦ってくれてるライトとかフェザーとかバンタムよりははるかに大きな100キロ超えの選手たちが軽い階級に負けないぐらいのスピードで殴り合い蹴り合い組み合いしますから、それで感じてほしいなっていうふうに思います。いずれにしてもいろんな人たちの野心とか夢とか日本の格闘技界にするリスペクトとか、そういうものが折り重なって開催できることになったこのベラトールジャパン12月29日これも必見だと思うんで、31日ももちろんですが29日は29日だけでもね、思いっきりこの世界の格闘技界の勢いを感じてほしいなと思って、ぜひ埼玉スーパーアリーナで29日もお会いできたらいいなと思います。